タート行ってきます。鬼ごっこの舞台は標高1200メートルの遊園地。勝者には豪華な商品が。見かけた人から行きます。鬼は無敵のヒルクライマーシノ。逃げる剣客自慢たち、残るは7人。百獣の王シノの接近に草原が静まり返る。わ、なんかピンクのミラー、やばい、ちょっと待って。ここから鬼無双が幕を開ける。いた、待って、鬼来た、どうしようどうしようどうしよう、やばい、見つかった。政子ロックオン。ここで早くも最強のマッチアップが実現する。あ、荒川選手いる、入ってみようか。ありますね、やっぱ一瞬で離れちゃったんで、そこで追いかけるとだいぶ体力使っちゃう感じなんで。あ、よかった。あ、めっちゃ怖かった。やっぱ短い距離で頑張るしかない、私は。さすがプロ、初めてシノとのマッチアップを制す。しかし鬼の進撃は止まらない。見えました。
この坂道ダメやわ。死にそう。いや、下の方に逃げてたらもう絶対捕まえなかったんですよ。しのさん坂道強いもん。坂道に追い込まれたが最後、この状況でシノに勝る者はいない。ってか鬼早すぎるって。ほんまにシノさんレベチ。もうまだ何分今、はい、13分です。全員で8人おんのよ。やばいよ。もう3人。鬼何人おるの。鬼1人でシノさん1人や。いや本当にそうです。絶対3人おるよ。いやいやいや、似た人か。じゃあ1人よ。恐る恐る。でも見た感じいない。一人ぼっちに飽きてきた荒川選手。するとあ、いる。荒川選手やばい、どうしよう。どう行こう。やばい、突然始まった実力者同士のマッチアップ。園内に点在する行き止まりが命運を分けた。止まっちゃいました。マジか。ちょっと行き止まりに突っ込んでちゃいました。速度的には逃げ切れるっていう感じだったんですか。でもまだいけるなと思いました。あ、まだいけるな、すごい。あ、もったいでも長い距離で外周とか行ったらちょっときついかなと思ったんですけど、巻きたかった。ここからはかくれんぼに。無敵のシノもお手上げか。チャンネル登録とグッドボタンよろしく。